ほんだら、今ね、ご飯食べてきました。こんな、ポーク丼やったかな？丼。豚肉の上になんかこう、卵、黄身がポーン乗っとって、ほんで、キャー混ぜて、ほんで、食べるスタイル。美味しかったです。なんか丼選手権みたいなのやってるらしくて、僕、他のパーキーがあんまり食べないんで、ここ1位でいいです。はい、ここ優勝。はい。ほんでそれについてたスープが、ちょっとキムチスープみたいなのやったんやけど、ちょっとしたらもう白菜野菜がちょっと入ってて、もやしとか人参ちょっと入っとって、ほんでもうそれちょっと飲んでんけど、もう、なんやろ、今日寒いからか知らんけど、めちゃくちゃ美味しくて、もう優勝。はい、もうここ優勝。ポークドね、優勝です。よかったらね、皆さんね、もし天理のパーキング寄れる機会あったら食べに来てください。ここ天理のパーキングにある、ご飯どころ町角屋です。今日はこれ天理のパーキング言うても、上りですね。西名阪から今から名阪国道に突っ込むとこです。はい。じゃあね、今から、伊賀に向いて走るんですけど、この前ね、コメント来てました。トラックドライバーになってまだマーないんかな？マーなしの方なんかな？ちょっとわからんねんけど、トラックのエアブレーキにまだ慣れません、言うて。エアブレーキにまだ慣れないんで、どうしてもカックンブレーキになるんですっていうコメントをいただきました。はい。でね、これはいただきと思って、これはね、ネタにしようと思ってね、今日、緊急でカメラ回してまーす。ほんで、カックンブレーキのあるんです。エアブレーキやがカックンブレーキのあるんですっていう、もうコメントなんだけど、エアブレーキじゃなくて、普通の車でも、こう、ビューンって走ってブレーキ踏んだらガンってなるから、もう、それもカックンブレーキやんか。だから、エアブレーキでも、その普通の車のブレーキでも、カックンブレーキはなんねやんか。だから、要するに、カックンさせへんようにブレーキングさせたらええんですよ。ブレーキ操作をしたらええねやんか。んで、なんやろ。まあ普通の車、乗用車走っとったら、まあ、車が軽いし、ブレーキ踏んだら、まあ、5、60キロぐらいやったら、スーって走っとってブレーキ踏んだらカンって止まるやんか。ぐーって。ぐーって踏んだらぐーって止まるやんか。でも、トラックに関しては、もうその荷物積んでる重さとかもいろいろあるしで、だから車やったら停止線で止まるために、もう止まる直前でブレーキ踏んでもガッて止まるけど、トラックは停止線に止まるまでの間に減速しながら、ずっと手前の方で減速しながら、最後にブレーキを踏んで止まるっていう使い方を、した方がいいと思います。これは、正直言うとエアブレーキの使い方なんかは、教わってないから、もう、勝手な俺の体感で喋ってるから、でもこの、動画を見てくれてる、トラックドライバーいっぱいいてるから、エアブレーキ、ブレーキの操作、タッチとか、こうしたらいいよとかっていうのも、まだ、いろいろあると思うんでね、僕はこうしてますよとか、ブレーキ操作こうした方がいいですよとか、いろいろあったら、ほんまにコメントで、教えてください。ということでね、僕もね、もう、なりと、トラック乗ってきました。もうほんまいろんな国産メーカーは、もういろいろ乗ってきました。もうつい最近もね、去年、スカニアのね、ヘッドにも乗せてもらってね、ちょっと、お仕事させてもらった経験あるんですけど、まあ、どのトラック乗っても、大体ね、操作とかいう動きは一緒ですね。はい。もうね、例えば10メートル、20メートル手前から、あそこ停止線やからあって、そこまで踏まずにぐーって来て、ほんで、あ、停止線見えたってぐーって踏んでたら、もうカックブレーキになりますわ。ぐーってなって、カクンってなるから、大げさに言ったらもう大げさなカックンブレーキになるんやけど、まあ、トラックに関しては、まあ、停止線が向こうの方、遥か向こうの方とか、まあ、ハザードをつけてトラックがもう渋滞で止まってる、車が渋滞で止まってるってなったら、そこに行くまでの間に、もう減速、ぐーっと減速して、最後にもう止まるときは、もうほんまにもう、ぐって踏んで止まるんじゃなくて、ぐーって踏んでいっ
て、もう止まるちょっと前に、あ、このブレーキをクッて離して、最後にクッて踏むような感じをすると、カックブレーキならへんと思います。これはもう完全に俺が今まで、走ってきて、俺が勝手に習得した、ブレーキのかけ方です。はい。でも、これ、多分ね、荷物にも優しいんですよ。最後、ぐー、もうブレーキ踏み続けて、ぐーって踏み続けて、ぐって止まると、もう荷物もぐってなる。し、運転手自身もぐってなるやんか。だから、ぐーって踏んでいってるときは、踏んでいってるときぐーって、ぐーってもう、あれ、言う、ぎゅって踏んだかんで、ぎゅって踏んだかんで、ぐーって踏んでいってるときは、そんな言うほど荷崩れとか、自分もこう、前のめり、そんななれへんやんか。ぐーって、自分がもう荷物になった気持ちで、ブレーキをぐーって踏んでいって、減速して、ぐーって、ほんでまあ、ちょっと減速しすぎたら、離して、で、もうちょっとで、もう止まるなーってなってきたら、またブレーキ踏み出して、ぐーって、もうほんまにもう、ゼロに近い、もう10キロ以下、もう、超徐行って言うてもおかしくないぐらい、もうぐーっと減速して、ほんで最後、止まる手前で一旦ブレーキをクッて離してから、クッて踏む。ほんなら、まあまあ、そんなカックブレーキにはならへんようになると思います。でも、これはトラックだけでこうやって運転するんじゃなくて、もう普段の車、乗用車の運転の時も、もうほんまに、意識して運転してたら、ま、ブレーキ操作もすごい上達すると思うねんか。だから車でも、ほんまにもうちょっと、120とかもう200、150とか出しとったらブレーキ踏んでもま、止まらんのは当たり前やねんけど、街中ずっと40、50、60で走ってるときに、ま、なんかあったらガッて踏んだら止まるやんか。だから、ガッて踏んだら止まるっていうのだけじゃなくて、もう普段から、まあ、こう、徐行、あの辺でスピード落とさなあかんなとか、止まれが見える、信号が赤やとか、まあ見通しが悪いなと思ったら、そこまでグーンって行って、グーンって行って、バンって止まるんじゃなくて、グーって行って、ゆっくり、こう、速度落としながら、ほんでもう止まる直前でちょっとアクセルを、こう、ブレーキを、こう離して、グッて止まるような感じです。何回もね、しつこいように言うてるんですけど、もう僕はね、今までドライバー、いろんなドライバーとちょっと付き合ってきたんやけど、まあ、ブレーキは、こうした方がいいでっていうのを、同じことを教えてます。はい。もうブレーキは、最後は止まる瞬間、離して止まる、みたいな。むしろ、離して止まる時もあるかな。もうなんか、こう、ぐーって踏んでいって、ほんで、もう止まる直前にちょっとクッて離して、もうそのまま止まる時もあるし、まあ、荷物の重さにもよるし、まあ、道路状況にもよるんやけど、でもまあ、ぐーって止まる瞬間に離す。止まる瞬間に離すが大事やね。それまでの過程はもうほんまにもう速度ぐーっと落として、ぐーっと落として、もうほんまに速度落とす。落として、で、最後の最後、もう、もうほんま止まる瞬間に一回離せれるぐらい、そう、速度落として、で、離して、みたいな感じですね。はい。ということで、それをね、一回ブレーキペダルで、操作ね、ちょっとやってみたいと思います。じゃあ、ブレーキペダルどうぞ。ちょっと汚いで。ほんならね、ここにブレーキ映ってると思うんですけど、はい、こっちアクセルですね。はい。で、これがブレーキです。ほんなら、まあ、ぼんやりとなりますが、はい。もうね、止まる、どうやろうな、もう、150メーターぐらい手前、200メーター手前ぐらいから、ぐーって踏み始めます。ぐーって踏み始めて。んで、ぐーって踏み始めて。ほんで、止まる。ちょっと止まる手前ぐらいから、またブレーキを離します。離して、転がしながら、あ、もうちょっとで止まるなっていう時は、もうちょっとブレーキで速度を落としていきます。ぐーっと落としていって、さあ、止まりますよっていう時になったら、ふわっと離して、最後に、ぐーって踏んで止まるような感じ。だから、もう止まる瞬間はもうグッて踏むぐらい踏まんと止まらん速度じゃダメなんですよ。もうグーって踏んでいって、ほんで一回ふわっと離してグッて止まるぐらいな感じまで、まあ減速してください。止まるときはね、はい、こんな感じです。だから最初はもうグーって踏んでいく、グーって踏んで、もうポンピングブレーキ、ポンピングでグーって踏んでいって、ポンピングしながら、ほんで最後止まる手前でぐーっと速度ぐーっと、もうゼロに近くまで落としていって、最後ちょっと離してぐっ、こんな感じですね。はい、もう一回いきます。
はい。ぐーっと、もう信号とか、もう止まる手前、ずっと手前から減速します。ずーっと減速していきます。はい。もうこの辺、ポンピングブレーキで、後ろの車、トラックにもブレーキ光らせて、まあ、もう止まるよっていうのを合図しながら、ぐーって踏んでいきます。ぐーっと。ほんで、止まる手前でちょっとブレーキをずっと離していって、さあ止まりますよっていう時、もう一回ブレーキでぐーって減速して、止まる瞬間に、ふって離してあげて、ぐって踏む感じですね。はい。ということでね、今日は本場なんか、トラックのエアブレーキの操作の仕方をね、ちょっとね、簡単に説明してみました。いかがでしたでしょうか。でももっと、まあ、こうやった方がいいよっていうドライバーさんもいてると思うし、まあね、ほんまに、普段から、普段から、ブレーキにすごいもう集中して、もうカックンブレーキならへんように止まる練習。だから、まあほんまに、こう、手前の方から減速するっていうのも、まあまあこれも習得して。んで、最後に止まる瞬間に一回離して、グッて踏むような感じで、こう、慣れると、なんかすごい上達した気持ちになります。だから信号がいきなり、こう、青から、黄色青ってなった瞬間で、急ブレーキ踏まなあかん時でも、ぐーって強く踏んで、停止線の手前でちょっとふわって離して、ぐって止まると、そんなにカックンになれへんっていうのもあります。わかるかな？ぎゅーって行って、もうこの信号いけるかなっていう時に、あかん、あかんってなって、ガッてブレーキ踏んでも、止まる瞬間に、ふわって離してあげると、なんか、いい感じに止まれると思います。ということでね、本当なんかね、ぼちぼち伊賀まで走っていきたいと思いまーす。隣のトラックがね、駐車枠に止まったら出ていきたいと思います。これ隣とか動いてんのにこうピュアって動き出したら結構なんかこう嫌がられるから危ないし、そうだからもう隣が止まってから動き出しましょう。 OK かな、はい、じゃあ行きまーす。よし、じゃあよしよし、もうお腹いっぱいで眠たいんですけど。どんだけ。よっしゃ、ほんで行きます。ここな、天神のパーキング出てすぐに ETC の料金所があるから、シートベルトの忘れとかが もしかしたら多いかもしれへんから、ほんま出発前ちゃんとシートベルトしてくださいね。意外とここ、おまわりさんいてます。道路交通とか、あいやいやいやいいみたいな感じで、止まってよみたいな出るんでね、気をつけてください。ちょっとね、食べてとか起きてちょっとぼーっとしててって言うてベルトとか忘れるかもしれないんでね、その辺気をつけてください。はい、じゃあね、今から名阪国道ぼちぼち、走って伊賀まで行きたいと思います。じゃあね、今日もね、ご視聴ありがとうございました。本舗中でした。ブレーキ操作ね、まだね、僕下手くそなんです、私下手くそなんですっていうね、新人ドライバーさん、ブレーキね、もう究極に上手になってみてください。もうね、横乗り、こう横に乗ってももう全然こう怖がられへんようになります。やっぱり横乗って怖いなと思うのは、ブレーキが下手くそな人の横乗ったらちょっとあ怖いなってなるやんか。だからね、ブレーキはね、上手になってみてください。ブレーキングはね、全集中です。ほんぽ中でした。以上です。バイバイ。こんにちは。